はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長、増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。今日はですね、ストラテラ、アトモキセチンについてですね、ちょっと解説しようかなと思います。で、なんだ、すいません、ですね、アトモキセチンって結構いい薬なんですけれど、効果が出るまでに時間かかるんですよ。で、なのでちょっと患者さん側からとして、ちょっとなんかあんま効いてる感じがしないということでですね、変えてくれとか言われることが多いんですけれども、確かにね、8週間ぐらいかかってして8週間で2ヶ月ですからね。まあ早ければ1ヶ月とか2週間ぐらい効くんですけど、やっぱりアトモキセチンの、良さっていうのはですね、長期投与なんですよ。なので、まあ8週以上使った時に結構見えてくるものも違うあるので、なんていうのかな、やっぱりちょっと我慢強く使ってもらいたいなと思うんです。で、我慢強く使ってもらうためには、ちょっとですね、薬のどういう薬なのかって知ってもらう必要があるのと思うので、今回ちょっと動画でですね、取り上げてみて解説しようかなと思います。で、そもそもまあアトモキセチンってどんな薬かというとですね、まあ作用としては、まあ不注意衝動性ですね、 ADHD の薬なので不注意衝動性に効きますし、あとはですね、まあ後で説明しますけど、その二次障害というかですね、不安やうつ、気分安定に効くんですよ。で、後で また同じこと言いまして、説明しますけど、なんていうんですかね、ADHD の人とか発達障害の人って、その自分の気分の波に過敏だったりして、あたかもその私は双極性障害ですかとか言ったりすることもあるんですけど、そうじゃなくて、自分の内的なその刺激とか外的な刺激もそうですけど、に弱くて、すぐバッと上がったりとか、すぐバッと鬱になったりするんですね。この脆弱性っていうものがあって、それに対してこのストラテラというのはですね、まあ、アトモキセチンですね、アトモキセチンが効くんです。効いて、安定化してくれるんですね。もともとアトモキセチンは抗うつ薬から派生してできてますので、まあ、そういうこともあります。はい、あとはまあ8から12週間ぐらいかかってしまうということとか、まあ、副作用として吐き気があったりしますね。これはデメリットの話です。また後で説明します。で、アトモキセチンってですね、今一番安いんですよ、ジェネリックが出ていて。このストラテラ、アトモキセチン、インチュニブ、コンサータ、この3つの中でですね、一番安いんです。で、ジェネリックが出る前はコンサータが一番安かったんですけれど、今アトモキセチンが一番安いので、まあ、その点も魅力的かなと思いますね。はい、で、ですね、まず ADHD ってどんなものかっていうとですね、そもそもストレスによってこの脳のですね、ノルエピネフリンっていうのが過剰にバーって出ちゃうんですよ、シャワーで。バーって出ちゃって、で、その結果、感受性がすごくこう上がる、アップダウンが激しくなっちゃうっていうのが、まあ、ADHD の特徴なんですね。わーってなったりとか、わーっていく。わーってなって過集中でいい効果もあれば、わーってなってそれが混乱を生んだり、パニックになったり、不安になったりとかしたりすると。で、わーってなるから、わーってなってない時が、きょとんと虚脱したような感じになって、それが逆に鬱のように感じられたりもするっていうのが、まあ、ADHD の特徴なんですけれど、これを、このノルエピネフリンっていうのがバッと出るので、これの、なんていうんですかね、再取り込みを阻害することによって、持続的にこのシャワーが出て急に止まるとかではなくて、持続的にふわっとここら辺にノルエピネフリンがあるような感じするんですね。ちょっとずつあるような感じすると。そうすることによって、ここの感受性がそのバッと出て、バッと出るからこっちの感受性もババッと吸収しちゃうのを、まあ、穏やかにすると。そうすることで全体的にこの流れをですね、穏やかにするっていうのが、まあ、感受性を下げてあげることで穏やかにするっていうのが、このエピ、なんていうのかな、やり方ですね。もうちょっと細かく言うと、まあ、おそらくこの再取り込み阻害とか、ここら辺の過程で、まあ、休止していた遺伝子ですね、遺伝子の方が復活して、受容体減らせとなったりとか、受容体のね、減らせとか、あとは BDNF を作れとか、神経申請をやれとか、他のさまざまなタンパク質を作れという形で眠っていた遺伝子が動くことによって、まあ、こういうことが起きるんでしょうけど、まあ、今はそれはまだ研究段階という感じですね。はい、でですね、まあ、図にしてみると、まあ、焦りやミスがあったのが、まあ、飲み続けることによって良くなっていくという感じですね。
で、最初のうちにこのノルエピネフリンとか、まあ、ついでに発生してドパミンも増えるんですけれど、まあ、これはあのややこしいんで説明避けますけど、これはギュッと上がるんですよ。だから感受性は高いのに、その神経伝達物質はバッと増えちゃうので、この間は結構気持ち悪いですね。飲み始めの 1,2 週間やっぱり副作用があったりして吐き気とか気持ち悪いんですけれど、まあ、慣れていくと、大丈夫だよということです。で、副作用ができに起きにくくするために最初は少量から始めるんですね。だからこれがまたね、時間を食うんですよ。だからこう、副作用が起きないようにちょっとずつ入れていかなきゃいけないので、気の早いですね、 ADHD の患者さんには待てなかったりするんですよね。だから最初40、80って増やすパターンもあるんですけど、40だと気持ち悪い人が多くて、1日最初回40だと、初回40だと気持ち悪いことも多いので、僕は初回20からスタートすることもあるんですけど、でこういう人って感受性が高いんで、そもそも最初から感受性高いから普通の量で入れちゃうと本当気持ち悪かったりするんですよね。で、脱落しちゃうことが多いんで、まあ、僕は20から本当に少ない量からじわーっとやっていって、ちょっとずつ増やしていって、でちょっとずつ増やしていって、ようやく80になってからまた4週間とかになってくるので、4週間8週間になってくるので、まあ患者3ヶ月とかかかっちゃうので、まあ、患者さん待ってくれないですよね、なかなかね。でもいい薬なんですよここがまあもどかしいって感じですね。はい。で、薬の注意点としては、まあ、時間がかかるってことをやっぱりそういう説明しなきゃいけないですね。だから3ヶ月って長いですからね。ね、僕おじさんって言っていいかどうかですけど、僕らにとっては3ヶ月ね、短いっちゃ短いですけれど、まあ若い子、やっぱ10代20代の人にとっては3ヶ月って長いですからね。薬効くまで3ヶ月かかりますよって言ったら、何ですかそれみたいな本当になっちゃうので、まあ、ここら辺は辛抱強く説明して理解してもらう必要があるのかなと思いますね。 2,3 ヶ月かかるって、でもいい薬ですからね。はい。で、コンサーターの方がアトムキセチンよりすごくいいではないんです。やっぱ相性とかもあるので、こう単純比較ではないよということですね。で、コンサーターとアトムキセチンの併用はどうですかとよく聞かれますけれど、まあ、基本的にはダメです。副作用が増えちゃうんで、で作用内容も似ているので、あんまり併用したからといって良くなることはあんまないかなと思います。ただ人によってはですね、コンサーターが強すぎたりとか、コンサーターだと夜切れちゃって、その後全然使い物にならないくなっちゃう、寝ちゃうんだとかになってしまうといけないんで、まあアトモキセチンは24時間効くので、きちんと3ヶ月飲めば、まあ併用したりすることもあるし、まあ最初コンサータで即効性があるんで、そこのサータ使いながらアトモキセチンをかぶせていって、スイッチングでアトモキセチンにしていくっていうパターンもあったりしますね。まあ、でも、2つを使い続けるっていう、それがメインでやるっていう感じではないですね。はい。で、インチューニブに関しては作用基準も違うので、使う併用もありかなとは思います。併用することですごくこういい、相乗効果を得られることもある、薬理学上はありますね。ただ、まあ、インチューニブ自体が眠かったりするっていうのもあるし、まあ、効果実感が感じられないっていうパターンもあるので、そもそもやっぱりコンサータストラテラ、まあそれってあって言っちゃいます。アトモキセチン自体がやっぱり効果高いので、アトモキセチンをしっかり飲めるようになれば、それだけで十分ですっていう患者さんが多いので、まあ意外といらないかなという感じですね。はい。ぐらいかな、注意点としては。まあ最初1週間では、そう、吐き気以外もね、ちょっと寝れないっていうこともあったりするので、まあ最初のうちは睡眠薬を併用することもありますけど、それも慣れてくると睡眠薬不要になったりしますね。はい。まあそんなとこかな。はい。じゃあ今回はアトモキセチンについてちょっと説明してみました。はい。以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て、面白いと思ってくれた方はグッドボタンおよびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。